スポーツ振興の分野で功績が認められ、旭日総交賞を受賞しました。を惜しんでダメはい。必ず失敗はあるから、それを恐れず、自分から積極的にもう、どんどん進んで前に出ること。はい。千葉さんは、長年にわたって、ラグビーの競技人口の拡大に貢献したほか、若手の育成や、当時は環境が整っていなかった、 県内のの女子ラグビーの普及に力を入れました,また東日本大震災で自衛隊の支援拠点となり使用できなくなった石巻市のグラウンドの再建にも尽力し競技場所の確保にも取り組んできましたこのグラウンドが砂場と石ですべて覆われてラグビーをするような状況じゃなかったですね 前のようなグラウンドに作ってほしいなと、そういう思いでずっとおりました非常に光栄に思いましたし、本当にありがたい思いでした、ラグビー協会のために、子どもたちのために、少しでも役立てるように、恩返しをしていきたいなと思っております。県内の実のの賞受者は29人で塩釜商工会議所会頭の桑原茂さんが 産業振興の分野で功績が認められ実受賞を受をしました、また随法賞は78人で東北大学名誉教授の大渕健一さんと剣持勝栄さん金沢大学名誉教授の島田和武さん宮城教育大学名誉教授の竹本英夫さんが随法中受章を受章しました。